ありがとうございます。ジョグトリップの主催者、アミリンことアミモトです。ね、ずっとやっております。原、えー、田宗楽先生の正しい仏教、八個の心情を読み解くということで、えーね、長らくやってきまして、いよいよね、とうとう八つのうちの八つ目にたどり着きました。うん、今日ですね、八つ目、えーね。これがね、えー、成仏家庭と。 仏様になる過程ですよっていうことになっております。え難しい、難しそうですよね。難しそうですよね。ということでね、え実際で、ね、このね、この本の中で成仏過程ということで書いてあるんですけどね、えっ、ー、とね、本当のところを言うと、この項目で書いてあることはですね、あんまりこの成仏過程のことについてえ語ってらっしゃらないんですよ。うん。正直言って、あのね、えっ、ー、とね、 総論的なところを書いていらっしゃるんですけどもそれでねただねこのなんかこうずっとこれをやってきて原田祖学先生のねえ心ね,ねに少し触れている気がするので私なりにねこの「成仏家庭」っていうのをね読み下していきたいなと思っております。ねえこれねうん今回えちょっと前にえ使ったあね えー、波のああ波のねチャッポーンはね、えー、はこの宇宙と同じですよっていうことですねこのこの黒板をですね使い回します <laughs>、ね、節約しますということで使い回しますということでねえっ、ー、とねうんと前こうせ話をした時にね <laughs> アミリンの正体のね、えー、はこの大海原ね宇宙の中の波のねチャッポーン としたのがアミリンの一生であり命だよということの話をしましたね。ですから宇宙宇宙的な見方からするとですね、チャポンという一瞬なんですよ。一瞬一瞬、チャポンとね、宇宙宇宙か宇宙から見るとね、大海原から見るとでもね、大切なアミリンの一生命なんですよと。でそういうことでチャポーンということで生まれてすぐ死んで しまうんですけどもこのねでもアミリンというアミリンという本体はですねこの波なんだけども波の、ね、成分っていうのは海水ですよね水ねですからこの大海洋、ね、と同じ成分だよということでねチャポンという一瞬の一瞬の存在であり命なんだけども同時にね 生命は一瞬でもあるし、ね、永遠でもありますよ、と、ここと一緒ですよ、と、大縄と一緒ですよ、と話をしました。ね、その中でね、どの立場から、えー、物事を見ますか考えますか、ということでね、うんこのね、えっ、ー、と、こっちかなこっちの方がいいかなやっぱりね、これをね、えー、ね、この、頭脳、頭脳のところに立って考えますか というと、頭脳っていうのはですね、この波のチャポーンっていうのところのです、ね、一番とっさきなんですよ。ね、とっさき。で、ですから非常にこうね、えー、狭い考え、ね、えー、になんですけども、それのね、少し下に下ったらね、この腸脳、腸脳のところがあります。これがちょっとね、下に下ったところ。で、えー、ここのところでね、えー、頭脳と腸脳が連携して、まあここのね、腸脳のね、 えー、活性化をすることによって少しはね少しはこのね、えー、宇宙的絶対である仏様に,に近いところからね考えることができますよということでね、えー、せめてはね頭脳と腸脳はねつな、えー、がってますから神経細胞とかね、えー、内分泌系ホルモンとかでつながってますからねせめてここまで行きたいですねと頭脳と腸脳がねつながるところまで行きたいですねとね そのためにね、えー、毎朝やってるのが、立つんだうということでね、えー、10分経ってますよね。これが立つんだ嬢の、まあエクササイズ、えー、ね、えー、トレーニング、修行、<laughs> ということなんですよって話をしました。でね、その上で、この、成物過程、ということを考えると、ね、<laughs> 仏様っていうのは、ね、この宇宙の中の、宇宙の中にね、 たくさん仏 1, 仏 2, 仏 3, 仏4という、たくさん仏がいますよっていうことで、その中にね、えー、ここに、ここ、仏、仏がここにありますよと、ね、なります。そした時にね、今まで、ね、頭脳と超脳のところで、ね、考えてね、ここのね、立つんだ上でね、 超能を活性化させて、この超能のところで考えることができるようになったとします。ね。でもね、もう一つ進んでいくとね、この仏様の立場、仏様の、えー、視線ということは、えー、絶対的宇宙ね、永遠である大海原の大海洋の視線、視線で、ね、この アミリンの命、アミリンの生命を見ることができたら、素晴らしいですよねここ。ここの立場ですね。宇宙の立場、絶対的、えー、宇宙的絶対の立場から、仏様の立場から、ね、アミリンの立ち姿を見ることができたら、すごいですよね。素晴らしいですよね。ということが、成仏過程だと思っています。こ、ここの、ここの仏様に、 仏様になるための過程ね。じゃないかと思っておりますね、えー、一生懸命ね。努力してエクササイズをしてで、ね、タツんダジョウ10分をしましてね。この頭脳からね。腸脳に置いてきました。頭脳から超脳に置いてきますね。今やってます。アミリンもご覧の皆様も立つんだ。城でね。やってます。で、その上でね。成仏家庭もう一つ。 もう一段、頑張りましょうということなんですよ。で、そういうことで、ここでね、えー、なんとかね、超能のところまでたどり着きました。で、その、その上でね、またね、もう一つ頑張ってね、ここまで行きましょうと。ね、仏様のレベルね、まで悟りましょうと。まあ、これを多分悟りって言うんでしょうね。悟りって言うんでしょう。 悟りましょうと。これが、ね、仏様に、仏様になる過程。ここが、成仏過程。ここね、こっからここまでが成仏過程だと理解していいんじゃないかなと思っております。えー、ね、あのー、まあ、考えてみてもわかると思うんですけども、非常に難しい。<laughs> 生きている間にね、ここまでたどり着けるかどうか。 微妙な感じってやつですね、えーまあ、アミリンはと,とてもとてもたどりつけないと思いますけども少しでもねこの成仏,成仏家庭にをね少しでもこう、ね、近づきたいなと思っておりますということなんですよね。でねで、えー、この本の中にね私ね,、あのー、こ,のねこんな生半可な知識をね本を読みながらね八つの発酵の心情の本を読みながらね 生半な知識を、ね、皆さんんにごしてるんです、ね、えー、こんな生半可な知識を皆さんにね語っていいものかどうかというので、ね、うんご批判もあるかと思いますねお前はよく分かっとらんのによう堂々とそんなこと喋れるなと思い言われるかと思いますけどもねこの本の中にね、えー、原田祖学先生がね行ってらっしゃるんですこのねこのや、えー「成仏家庭の中の本の中にねいってらっしゃるんですこれはね 言います。読みます。ね。えー、我々、多少とも、ね、この成仏家庭ね、仏様になるとかね、こういう、えー、この宇宙の真理が理解でき、信念ができた人は、多少ともね、多少ともこの、この仕組みが、えー、と、理解できた人は、えー、人の、まあ、先達者でありますから、 えー、諸君は、一人でも多くの隣人に親切に教えてあげねばなりませんと。これは我々の尊い使命でありますって書いてあるんですよ。ね。多少ともね、こういう仕組みがね、なるほどと理解できたのはね、えー、っとね、人にね、伝えないといけませんよと。それがね、あなた、あの、君の使命だよと。アミリンの使命だよということで言ってくれてるんですよ。だから私は、 このつたない知識、ね、あの、中途半端な、生半可な知識をね、ここの、この YouTube で出しているんです。ね。ですから、このアミリンの尊い使命っていうのは、ここは、え伝えること。伝えることが、伝えることが、 現段階でのアミリンの尊い、とう使命だと思っております。ということで、えーなん、なんで今伝えているかというと、YouTube で伝えておりますということです。はい。お相手はよろしいようで。それでは、チャンネル登録よろしくお願いします。では皆さん、ハバーグッデイバイバイ